下げなんですけど、ショールもつけました。はい、曲げちゃいました。しょんぼりあんです。しょんぼりあん。そう、勝ってたんですけど、最後ね、9回でね、さよならで負けちゃいました。まあそんな時もありますよね。そんな時もある。また応援しよう。でも明日野球ないからね、月曜日だから。めっちゃパッツン。てか、前髪が巻かれてない状態にほぼなってます今。だから元気出た？本当？イエイ。イコノイジョイのねフェス、イコノイジョイも周年もどちらも待ってまーす。今日まで受付中です。この以上はトリプル会員の方かな。トリプル会員の方待ってます。そう、昨日広島も花火大会でしたよね。宇品の花火大会だったんですよね。そう、有名な花火大会です。周年のロゴね、私たちもSNS で見て、これが周年の今年のロゴなんやって。私たちもそれで知りました。みんなと同じタイミングで、なんならみんなよりちょっと遅いかもしれない、知らないタイミングで知って、あ、こんな感じなんやって知りました。そう、コンセプトとかもまだ私たちも分からなかったから、そう、あ、そうなんやってこういうロゴなんやって、いつものごとく、いつものごとくです。イエイ。わかる。そうそうそう、インスタの広告で急に流れてきた。わかる。インスタの広告でさ、それとか、あとね、ウルリスとかもさ、多分あるよね。テンション上がるよね。とかさ、絶対アイドルやめないでとかさ、 MV とか見てるとさ、CM が、 CM っていうのがさ、スーパーカップだったり、テンション上がるって感じですね。ね、ウルリスめっちゃ流れてくるよね。ね、衣装も楽しみ。私たちも本当に何も知らないので当たり前だけど、まあまだね、言うてまだ時間はあるから全然まだわからないので楽しみです。スクショしちゃうよね。そうだよね。あれ、渋谷のリリーブの後、私ショールームしてないですよね。あれ、ショールームはしてない、あれしたっけ。もうね、自分の記憶がわけわからんくなってる。してないか。じゃあリリーベ、じゃあとか言って。ありがとうございました。ありがとうございました。来てくださった方ありがとうね。来れなかったよって方も絶対にまた会いましょうね。絶対にまた会える時があるから会いましょうね。すごい楽しかった。めっちゃ楽しかったよ。なんかファンの方には結構体力を心配されたけど、まあ確かに体力は、まあでも体力、そうね、ファンの皆さんの方が大変だったと思う。7回とか8回ぐらいまでさ、登ったんやろ。登ったというか、そっから降りてきてくれたんやろ。ありがとうね。大変だった？ありがとう、玉木。無理やり言ったけど。ありがとう、初アンナちゃん。そう、みんながモーメントでめっちゃいっぱいコメントくれて、そう、めっちゃくれて嬉しくて。で、私がまた、なんかその後、また次の日か、昨日の夜とかにモーメント書いたら、なんかそれプラスでもまたたくさんの方がなんかコメントしてくれて、オンライン行くね、対面行くねとか言ってくれて嬉しかった。
メモったよ。何人ぐらいメモったんだろう。50は言ってないけど、結構そんぐらい。渋谷リリーベってあれしたら結構ねあると思う。検索したら多分出てくる。渋谷リリーベってツーショット行きまして、はじめましてしてください。ありがとう、嬉しい。めっちゃメモったよ。本当に来てくれるのかなみんな。でもオンラインだとさ、このさ私のメモはカンニング可能なんだけどさ、対面だとカンニング不可能なんだ。イエーイ不可能なんだって。何カンニングしようとするなってね大声のまよちゃん、オンラインを決意しました本当にあなたと、あなたのお顔見れて嬉しかった。遊びに行きますって、ありがとう。リカリカ陽気やなって頑張るイエーイ。そう嬉しかったの。初めての方とねたくさんお話できて。ゆうかちゃんの仲間って何人いるの。なんか 6人ぐらいなんか書いたんだけど、昨日今日はおたくちゃんと飲んできたの。最高。対面はそうね、10月までね。10月までまだまだだね。ちょっと待ってて、会いたい、みんなに会いたい。対面で初めましてするよって友よ、ありがとう。初めてのイコラブちゃんの対面マッチで楽しかったので、メモられて嬉しい。会えて嬉しかったよって。アナも嬉しかったよ、ありがとう。オンラインと対面行きますって、ありがとう。ナナシマイマイコ、リリーベでたくさん名前呼んでくれて嬉しかったよって。通称で初めましてするからよろしくですって、嬉しい。いっぱいミクちゃん、通称でまた会おうね。オンライン対面楽しみしてるよ、マツケンさん、ありがとう。仕事終わり駆けつけてくれてありがとう。ももしょうこ、久しぶりモーメント長文送ったって、りょうたくん見たよ。たくさんね名前も呼ばせてもらいました。さくらちゃん、オンラインも追加したありがとう。コッシー、対面と通称行くよ、はじめまして楽しみにしてる、ありがとう。そう、全然あの渋谷行けてないけどっていう方もぜひオンラインとかも遊びに行ってね。遊びに行ってね、遊びに来てね。日本語おかしい。初めてモーメントに、ありがとう、嬉しい嬉しい。初アンナちゃんドキドキ、ありがとう。にーモーメントこれからもいっぱい送って、全部読んでるから。対面するイベント初めての人連れて行ったけど、アンナの反応最高言ってたよ。で、こうして浮気するなよ夜なら行けたのにって。涙涙、7周年行くよ、絶対会うって。ちゃんみ待ってるね。リリーベ行けなかったから対面行きたいって。チロさん待ってます。友達がアンナちゃん可愛いって言ってたよって。ゆいちゃんいっぱい来てくれてありがとう。リボンちゃん、これからもいっぱいコメントしてね。今日はコメント読みだね、ショールーム。そう、なんか渋谷ね、なんか多分大阪も名古屋もそうだったと思うけど、めっちゃ最後らへんはもうね、数人の方がもうずっとループしてくれてて、ずっと回転してるのね。だからもう全メンバーが全ファンの方の名前が分かるようになったんですよ。そうだからみんなでなんか名前やってゲームして、もう最後遊んでた。はい、なんちゃらさん、はい、なんちゃらさん、はい、なんちゃらさん、なんちゃらさん、なんちゃらさんとか言って、え、待ってこの人誰みたいな、もうメンバー同士、あ、なんちゃら、オッケーオッケー覚えたって言って、で次の週来た時、なんちゃらって言って、みんなで言って、なんかもうなんか何してんだってぐらい、あの名前やってゲームして、もうだからそこにいた、まあ十何人とかかな、わかんないけどぐらいのファンの方は、なんかもうお互いうちらの
メンバーのでかい声のせいで、あの名前を晒されてた名前晒されて、そう、それでなんか個人情報もみんなバラされてた、うちらにで名前でゲームしてした、なんちゃらなんちゃらって言ってました。そうまよちゃんファンネキそうでもめっちゃ楽しかったよ。そうでもなんかちょっともうねワイワイしすぎてて、そうあれだったけど、けどなんかまあそれはそれでこうね、なんかレアな感じになったのかもしれないけど、でもちょっとねごめんねごめんねって思った、すごい皆さんにもうすごい急いでもらっちゃってめっちゃ申し訳なくて、途中からちょっと一旦ストップしようってなりましたまこまこちゃん、もしかしてコメントしてくれたまこちゃん、モーメントにじゃがりこ事件さあな、3部ね3部ね、テスト頑張ったの、なごみちゃん偉いね、テスト頑張って、テスト頑張ったご褒美にまた会おうね。出遅れコメント出遅れコメント届いてたよまこちゃん、そんな可愛い美人な顔してさあ、そのアバター使ってるんだ、ギャップ萌えっていうやつ。じゃがりこはねサラダ味が好きなんだけど、この前明太子のバターのやつを食べたら美味しくてまた感動してた。ショールームやってくれてありがとうって、こちらこそ見に来てくれてありがとう。テスト作り頑張って偉いよスカイブルーさん。いやでも一番はサラダ派かな、一番はサラダ、サラダが好き。でもなんかその日になんかマネージャーさんがなんかコンビニ行くけどなんかいるって言ってくださって、そうでじゃがりこって言ったら、もう私いつも言うからオッケーオッケーってなってじゃがりこ買ってきてくださったんですけど、今日は長いからそう3個買ってきたよって言って、でももう全然なかったんだって、そこじゃがりこが、そうそれでだからあったやつ全部買ってきたよって言ってくれて、そう3種類食べました、みんなで4人で。そしたらなんかなんか全部その1部2部3部の前になんだっけちょっとだけマイク1本でこうファンの皆さんにご挨拶をしてたんですね。 それで初行ミリマイカが「うんアンナ喋って」って言うから「うん分かったよ」って言ってアンナが喋ってたんですけど、でもまあファンの皆さんはね私以外の声も絶対聞きたいから、絶対一言ずつはもうちょっと強制的に「はいどうですか?」ってやってたんですよ、こうやって一人ずつにこうやってね、はいマイカちゃんどうですか、ミリネちゃんどうですか、ショコちゃんどうですかって。そしたらあの3人ねずっとね1人目が言ったことをねなんか繰り返し言い始めて、そうなんかコントかのようにっていうなんか勝手に3人で流れを作り始めちゃって、なんかもう同じセリフ言ってたんですよあの子たち。それでまあみんな笑って、まあ、平和ちゃんちゃんみたいな感じでやってたんですけど、なんかはいじゃあスタートとかって言ったらマイカがなんかねあんなこっち来てみたいな感じで言って、なんかめっちゃ笑ってくるんですよマイカがあんなの顔を見て。それでなんか歯にリップがついてるんかなって思ったんですね最初は。だから歯にとかって言ってた。そしたらマイカずっと笑ってんの。それでミーヤとショウコに来て見てこの人って言って、そしたらもう3人に笑われて、そうそう、それでなんかファンの方にはなんかあんまりどうしたのとかなんか言われて、めっちゃなんかえっと思って、ハベニなんかなって思って、でもハベニってこうやってうんってやったりとかしたら結構すぐ取れるんですよ。でもなんかずっと笑っててひそひそ話して、それでなんか
なんか言ってきたんですよマイクが。そしてあのはけちょっと一回はけてきてって言われてはけたんですね。そうでもスタッフさんたちもどうしたのみたいな感じになって、でアンナが楽屋一瞬入って鏡見たらアンナ歯にじゃがりこつけててじゃがりこつけてたらしくて、そうもう爆笑一人で鏡で見て、で帰ってきたらそのいい感じに3人がはなんか繋いでくれてたんかなって思って帰ってきたら、なんかさっきなんかじゃがりこって言葉聞こえてきて、えじゃがりこってバラされてると思って、今バラしたのじゃがりこってって言って、あのファンの方にも笑われて、あのじゃがりこが歯についてたことを私がいる間は言わなかったのね。ファンの方にはちゃんとじゃがりこって言わずに、一回ちょっといお色直しさせてくださいねだけで終わってたのに、私がいない間にじゃがりこ暴露したんですよ。そうで帰ってきたらもうファンの方にはバレてるっていう状態になっちゃったから、もうはいじゃがりこ食べて、あの4人で3つ食べましたって言いました。外にも聞こえてたの？恥ずかしい。そう。それでごめんなさいってなって、はいスタートってなって、あの3部が始まりました。っていうのがじゃがりこエピソードです。じゃがりこもちらに会いたかったんやな。どんなコメントやね。そうやろうな、会いたかったやと思う。私の歯にくっついてまでして皆さんにご挨拶したかったんだと思います。美味しかった、美味しかった。えでもね、なんかてかそう久しぶりに他のメンバーのファンの方と会ったし、私のファンの方も多分その他のメンバーとさ結構始めましてっていうさ方も多かったじゃんか。そしたらミリニャが、えてかなんかこんな感じって知らなかったけど、アンナのファンってなんか結構おもろいねみたいな、元気だねって言われてミリニャに言われたんですけど、誰ですか、え本当に誰と思って、誰を見てそうやって言ってんだろうって思って、でもミリニャに言われたの、アンナのファンめっちゃ面白かったみたいな、なんか元気だ、なんか思った以上にめっちゃ元気だったんだけどって言われて、誰みたいな、誰ですか。ミリが言ってましたよ、ミリが言ってましたよ。本当にアンコロに似てファンもおもろいんだね、自分がな。本当に面白かった。でもそれぞれね個性があって面白かったです。リリーベ楽しかった、対面行きますって、サチナちゃん待ってます、ありがとう。面白い人たくさんで勝手に後ろから笑って見てた。面白かったよねみんな、声かすれてる私。でもねやっぱねリリーベの日からちょっと声はちょいかすれしてるけど元気。玉ねぎ大好きみさき、あ覚えてる覚えてる。でもやっぱモーメントにその自分の特徴とか私と喋ったこととかを書いてくれてるとすごい思い出した、あああの方だってっ思い出したよ。モーメントのコメントめっちゃ便利やわーって思った。転ぶな夏木。まゆ
まゆまゆまゆモーメントのコメント頑張ろうって頑張ってお周りさん。月の上が星が通じなくてその説はソーリーその説はソーリー。モーメントちゃんとリプしましてシェルしてね20も30も当てるとそりゃそうよ。タカピロ浮気したらだからすぐバレるかなねえ、わかる？モーメントのコメントね、写真送れるようになったらみんなの自撮りみんながさ自撮り送ってくれたらいいのにね。ね、そしたらさあのみんなの顔と名前めっちゃ覚えやすいのにな。 BR かなね、いいね。自撮り送りたくない。ゆうゆう送ってよ。なんでゆうゆう会えて嬉しかったよ自撮りシステム欲しい人もいれば欲しくない人もいて、受けやろゆうせいくんありがとう。個人情報教えてや、グリコの個人情報教えて自撮りはきついって。竹さん、アンナちゃんの自撮りも頼む。アンナちゃんの自撮りはね、一杯一杯みんなに見せてんねん。なんか変なの送りたい。ブロックブロックそれはブロックするわ、変なのは免許のコピーそこまでの個人情報はちょっと遠慮しとこうかなオンライン待ってるよ。ま、まき、まき友達がめっちゃふざけてるのに対応よく良かったって言ってたはず嬉しい、そう言ってくれて。 Amazon の欲しいものリスト送るね。あお？あお？ゆめちゃん同じ広島県出身ですって。同居イエーイ住民票送らんといて。やだ、やっぱみんながなんか変な感じでいっぱい使ってきそうやからやめとくわ写真はやんちゃんのファンっておもろいね。やんちゃんのファンだけじゃなくて、あのおもろいファンはあの全員おんねん、わかる？全員のところにおんねん。10人のところにね、あのね、面白い人はねいっぱいおんねん。だから私のとことか関係なくどこにもおんねん おもろいファンいっぱいおんねんみんなでも別におもろくてもおもろくなくてもええねん、君がそのままがええねんおもろいオタクになろうとせんでええねん別にええねんええねん。もっとおもろなりたい、ええねんええねん、そのまんまで十分。めっちゃもうお腹がよじれるほどスパイラーメンさんおもろいから大丈夫。アンナちゃん笑わせる人になりますってあのさ、あの私を笑顔にする方法って別におもろいことをするとかじゃないから大丈夫、大丈夫やで。確かにね、笑うかもしれないけどおもろいことされたらね。だからまこちゃんは顔で笑ってないのもう違うの、あの時は違う、もうなんか何でも面白かったのだから。えでもね、言ってたんだよまこちゃん、あでミリニャと、なんかミリニャはそれだから私がずっと笑ってるから私のファンの子だと思って、え違うよって、えあの美人な可愛い、なんかめっちゃ背の高い美人な顔ちっちゃい子アンナのファンじゃないのって、うん違う多分マイカだよって言ってた。そしたらえそうなのって言ってたよ。そうだよって言ってた。なんだかと思った、なんかだってなんかすごい楽しそうだったからって言われて違うよって言った。塩対応されたいリキッドさん、ふんふん
幹事してたん、偉いやん。オタクの話してるんだ。うん、してる。してるっしょ。ちょくちょくね。まあそんなめっちゃしてるわけじゃないかもしれないけどさ、やっぱこうやってね、数人ずつでやると、まあ、たまにするよね。いいことだけ話してほしい。基本いいことだけどな。そんな悪いことを話されるようなことを言ったりしなければいい話なんですよ。わかりますか？結婚することはか。ね、覚えてる？それ覚えてるわ。そりゃそうか、対面でまたって。アナの気分やから、ごめんな。アナの気分やから。金曜日はマイカと仕事5年ぶりに話した。いいじゃん。にゃん。ミリニョには真面目な人と思われたい。7年前ぐらいからやり直しておいで。それはモーメントにコメントしたら長文でいいよ。名札ある人が多かったね。なんかできるだけ名前、そのやっぱ一瞬だからさ、どうしてもそのー一瞬だからさ、そのめっちゃ会話ができるわけじゃないから、できるだけ名前は呼びたいなって思ってさ、こうやって名札をね、ある人のはね、ガン見してた。で勝手に友達かのように「なんちゃらちゃん!」とか「なんちゃら!」とか勝手に初めましてなのにね、勝手に呼び捨てとかで呼んでた。呼び捨てで呼ぶ時もあるし、なんか適当に、もうねそこまでは考えれてない。やっぱ一瞬になっちゃうから、もう本当にごめんねって感じでした。みんなまた次なんかね、こういうイベントとかあったり、これからオンラインとか対面とかも皆さん待ってます。渋谷リリーベ来れなかったよって、会えなかったよって方ともまた会えるので待っててください。アンナと会わせてください。待ってるからね、待ってるからね。また絶対に会おうな、約束です。アンアイスの浴衣について聞こうかって。聞こうか。そう、二人でね行ったよ、隅田川の花火大会。最近はうん、そう浴衣二人で着て、自分たちで着て、そう私物二人で頑張って着替えて行きました。浴衣姿見てもう今年着なくていいと思ったの？なんでやねん。来てくれよ。え、そう、もう二人で超テンション高くて、うちら「えマジ幸せ!」とか二人で言いながら、多分なんかね楽しんでたよ。最近アイス食べてる。昨日スーパーカップ食べた。浴衣の着付けしてあげたのにできないけど、ふざけないでもらっていい？本当に本当にふざけないでもらってもいいかな。ちょっと花火綺麗だったよ。
そう、とても楽しかったです。最近は結構2人でカラオケもこの前行ったし、ご飯もよく最近行ってるし、なんかいろんなとこ行ってますね。夏を楽しんでます。じゃあ俺が白いワンピースで行っちゃおうかなって。マイカちゃんってこと？それは九州からティフ参戦しまして、待ってます。飛行機で飛んできてくれるのかな。え、めっちゃ瞳の写真可愛かったでしょ。めっちゃ漏れてた。可愛かった。めっちゃ可愛かった。バッティングセンターは瞳と行く約束してる。今度アナちゃんのワンショットも載せますね、いつか。乗せます、やります。いっぱい瞳が撮ってくれました。二人で撮りました、お互い。そう、私が昨日ね、とあるところに行ってきたって言ったらね、野球観戦かな、トワイスさんかなって書いてあってね、そうだよね、そう思うよねって思ってました。ずっとさ、トワイスさんも行きたかったんだけどさ、今回はその大阪も東京っていうか関東も2回というか4公演あったんですけど、スケジュールが確定全然してなかったから、そう、時間がまだ仕事の時間が出てなかったから、そう、行けなくって、申し込みしてなくって、そう、だからでもめっちゃモーメントのコメントで野球家トワイスさんって書いてあった。でもまあグッズは普通にあのネットでも買ってるから、ずっと家にあるから、そう、アメリカ行く前スケジュール大丈夫そう。アメリカ行く前ね、そうだから8月やばい、8月マジやばい。8、9がね、結構ね、そう、8、9がうんって感じ。頑張んなきゃなって、だからマジで体調を崩さないよりみんなで頑張んなきゃいけない。そう、だからここ最近でようやくメンバーがヒューストンの準備の話をね、ほんとここ2日間ぐらいでメンバーがし始めました。昨日ぐらいから、本当に昨日一昨日ぐらいから、なんかキャリーどの大きさで行くっていう話題をなんかいろんなところでいろんなタイミングでなんか言い始めて、何持っていくかとか、そう、これ持っていく、あれ持っていくとかっていうので、え、これいるかなとかって最近ずっと楽屋でなんかそれが飛び交ってます。なんか結局買いに行けるタイミングとか、ないものを買いに行けるタイミングが全然もうヒューストン行くまでにもう結構なくて、だから結構みんな急にスケジュールを見て、え、行ける時ないじゃんって言って焦ってき始めちゃって、そう、みんなね、うん、急に準備し始めてます今イコラブは。そう、まあでも、まあでもさ、こんな気人数いるからまあどうにかなるよねとかとも言いながら、そう、ネックピローはね、あのね、トワイスさん持っていきます。おすすめのもの、モーメントのコメント、え、共有してくれてなかったっけ。1万円以内ならすぐ送るよって。まよちゃんマジおもろ、大声だけじゃなくておもろ。
味噌汁持ってかにゃって。えでもそうノイミーちゃんとかからもさめっちゃいろんな情報聞いてるけどさ、でもなんか結構ご飯は普通にねいっぱいみんな美味しかった美味しかったって言ってたからね、なんかね大丈夫そう、食べれそう。ゆうかちゃんが夏風邪ひいちゃったの、やばいじゃん、元気に声出せないじゃん。リカリカの4だよ読んだよ、アンナの書いてるやつと照らし合わせたよありがとねマイカちゃん持ってけばなんとかなる、どういうこと、私がマイカを持っていけばいいってことどういうことうん不足してるものあったら教えて、私も知りたいアメリカは初めて、じゃがりこはね持っていかんといけん、それはそれは持っていくわ、それは持っていきます。そうだからまあ最近ですよ、ようやく準備のことを考え始めたのは。ヒューストン行ってる間の家の掃除大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、アナ家綺麗だから今全然綺麗だから平気大丈夫でも別にいつも海外行ってそんな何もねお金あんま使わないんだよね、何もなんか買わないの、特に買うかなアメリカでなんか買うかな、分かんないけど全然人呼べるよ、今は今はというかいつでも基本は呼べるよ、そんな大体私の家急遽人がメンバーが来るから、なんか私の家は急遽行ってもいいと思われてるから多分結構来ます。ちょっともう今からあんなんち行こうかなとかって、で萌子になんか美味しい萌子が好きなお菓子教えてもらったからそれ買う。宿にされちゃうパターンいけるよ、このソファーはベッドにもなるやつにしてるから誰かがそう来た時とか結構メンバーが泊まりに来たりとかもあるから、そういう時にこのソファーをね分解してベッドにします。部屋の片付けしてるの、でも部屋の片付けって夜にやりたくなる、最近一番最近泊まってたのはひとみかな、この前泊まってた、でもそれはあの花火の日じゃなくてそれの 2,3 日前にもあなんか泊まってた。ヒューストン暑いんじゃない、どうなんだろうね、知らない知らないです、ホワイトボードはありますよ、ホワイトボードはあの周年コンサートとかそういう大きいコンサートの時に活躍してます、毎回だから年に数回登場します。イコノイジョイの時もあの活用します、大きいホワイトボードは。無情報で乗り込むのねって、ね知らん知らんけどどうなんかな、気温あんま数字見てもよくわからんくて
そう、なんか多分あんま日本と変わんなそう、そこまで大きな差はなさそうかなみたいなイメージ。でもまあ飛行機とかちょっと寒いだろうから上着あった方がいいかなって思ってるぐらいですよね。特に何も考えてません。コンセント、え、コンセントってさ一緒なんじゃないの？アメリカと日本って電圧のさなんか力が違うだけでさ、差し込み口はさ一緒？え、違うん？変換器必要なん？え、一緒って書いてあったよ。え、いるん？違うん？ほんまに？一緒って書いてあったんだけど、なんか見たの違うんかな。え、助けて誰か、一緒じゃないの？同じところもあるって。へえ。 iPhone とかの充電器は一緒なの？止まるとこ次第、知らんどこに止まるんか。ノイミ行った友達が同じって言ってた。助けて誰か。変換器、変換器韓国のやつとかならあるけど違う、それとも、え、無理なんやけど、誰かさ準備して、無理。え、アイロンとか使えるん？電圧とかの分からん、やばいやばい、どうしよう、助けて、一人で生きていけない、みんな助けて。確かに萌子に聞くわ。知らん、泊まるとこ。あんまよく分からん。何も知らん、何日の何時に出発するかもあんまよく詳しく知らん。イエーイ。やば、どうにかなるやろって、どうにかするわ。 A 型だよ。え、大丈夫ですよ、そんなご心配なく。ご心配なく。え、そう、なんかファンの方にさ旅のしおりみたいに届いてたんよ。ヒューストンになんかそのツアーで申し込みましたっていう方の。こっちには届いてないっけんね。こっちツアーなんかその旅のしおりとかないんやけど。イエーイ。まあどうにかなるっしょ。キアラちゃんがいない間日本の平和守っておいてね、みんな。日本の平和守ってるだから、よろしくね。ゴラブちゃんたちがヒューストンに行ってる間、日本の平和はみんなに任せたよ。ヒューストンはまあどうにかなるとして、違う話しよう。次は何の話する？何があったっけ最近。
あ、そう、花だよりしのぶさんがゲストで来てくださいます。皆さんどんなことを、なんか質問とか考えといて、何聞きたいとかあったらぜひ私が代表してしのぶさんにお聞きしたいと思います。でもインスタライブとかでね、たくさん答えてくださってるからね、そうあれかもしれないけど、まだこの話が気になるっていう方はぜひ考えておいてください。7周年の衣装も気になるよね。私も気になるけど、答えはね、きっと出てこないその答えはね、9月7日にしかね出てこないんですよ。白セーラーの話、何それ、白セーラーの話って。カタストロフィーの衣装で意識したこと、うん、カタストロフィーね、黒いやつね。私たちが衣装してるの結構、うん、直前かな、直前っていうのかな、うん、まあでも時と場合により。って感じ。しのぶさんに聞くアンナの意外な一面、わかる。本当にしのぶさん、あのね、お会いするたびにどどん綺麗になっていくの、本当に。それはめっちゃそう、メンバーをみんなで、へー、しのぶさんっていつもみんなで言ってる。それは正解です。カップリング残り1曲楽しみって、ワク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 、ダダダーリー、精一杯の I love you シュークリームで そう、もうちょっとでね、もうちょっとでね、発売日なのよ、言うて。今日28時やろ、29、30、31、あと3日とかで。シュークリームあれ美味しかった、 MV のやつ美味しかったです。佐川急便さんからお知らせ来た？みんなお知らせ来てる、発送通知来てる。いつもありがとうございます、皆さん、たくさん。シュークリーム食べたい。 MV 中シュークリームいっぱい食べた。シュークリーム、そうだよね、上と下をこうやってこう、上でしょうね上でしょうねっていうところをこう下にして食べたら、クリームがさ、なんかこぼれないんだよね、きっと。あ、そう、てか、そう、さっきあれ言おうと思ってたんだ、あの TikTok のね、あの衣装がさ、こう絶対アイドルでさ、こう白のセーラー服からあの変わってるやつあるじゃん、あれはアンナはないですよ、撮ってないよ。そう、アンナちゃんまだかなってファンの方に言われたの、だから先に言っとこうって思って、え、ないよ撮ってないよ全員あるんじゃないよ、全員撮ってないよ。そうだから、半々なの、あれ半々なんよ。
え、全身バーはもう今んとこアンナ撮ってないよ。アンナが撮ろうと思えば、アンナが撮りたい気分になったら撮れるけど、別にと全然撮って載せてもいいんだけど、別にまだ撮ってないかなっていう感じでやらせてもらってる。そう、はなちゃん撮ってたね。はなちゃん偉いね、自主的にきっと撮るって言ったんだろうね。素晴らしい。はなちゃんはって感じ。はなちゃんだ、はなちゃんも偉い子になりたくない。そんなだってさ、はなちゃんだって TikTok、 はなちゃん頑張ってんだよ。そんなこと言わないで。はなちゃん毎日あの更新マネージャーさんと二人で頑張ってるのだから、言わないでそんなこと。アナちゃん偉くないのなんて言わないで、みんな言わないで、そんなこと。投稿するのでいっぱいなの。そうだよ。そうだから、あれはそのなんだっけ、もともと先にね、多分5人が、私も含めて5人がね、あの普通に絶対アイドルやめないでのソロバージョン、一番最初前から公開されて、その後ね、いおり、しょうこ、あんな、花かなを公開したんですよ。そうだから、それがそっちバージョンの子たち、普通にあの先に公開してる、絶対アイドルやめないでの衣装を着てる5人で、その後にそう衣装チェンジバージョンの方を撮った5人っていう感じで、そう55だから、そう、仲直りシュークリーム、まあまあ皆さん待ってくださいよ待ってください皆さん、なんかさっきからセリフ書いてますけど、言いませんよ言いませんよ、そんなセリフ読んでるかのようにして、なんかコメント読ませるかのように、ちょっと言わないですけど、アナちゃんが悪い、あ、そうそう、アナが悪い、そうそう、ごめんごめん、アナが悪い本当に誘導しないで想定してたのと違う、嘘、そうね、そうね、うん、ごめんごめん、アナが悪いんだ、ごめんね、っていう、そうそう、そうだから結構ファンの方に何か衣装チェンジバージョンはって言われたから、ごめんね、あんなそっち担当じゃないんだって思って、でもさ、昔ちょっと前のさ、私たちのと比べて TikTok よく動いてるよいいぞ、ちょその調子、イコラブちゃんってみんな褒めてね、褒めてあげて、イコラブちゃんのこと、いいぞその調子って、一時期何も更新していなかったイコラブちゃんに比べれば、イコラブちゃんなりに頑張ってるきっと、だからって伸びるタイプだから、イコラブちゃんみんなそう、みんながいっぱい見てくれて、いっぱいコメントしてくれたら、もっとメンバーがきっと頑張るぞってなるから、ぜひぜひ
皆さんいっぱいコメントしていっぱい見ていっぱい拡散してください。よろしくお願いします。全部コメントしてるよって、素晴らしい、ありがとうございます。コメント私全部読んでますよ。自分の写ってるやつは全部読んでる。やばい、ブログもぜひお願いしますってきた。やんべやんべ。なんか更新されてないね最近。なんだかなんだか。いや、イコラブはさ、でもさ、本当に自分発信、まあ、この世の時代じゃない？イコラブはというか本当にさ、最近の時代はさ、自分発信、その公式運営、公式 SNS だけじゃなくて各自がいろんな SNS をしているっていうのがさ、本当に時代だよね、この世の時代。めっちゃある。時代ですよマジ。時代は SNS でやめてくれ。あわわ。どうしたって。最近の流行り、逆に教えてください。何が流行ってますかね。コラブちゃんの中での流行り何ですかね。何だろう。何が流行ってんだろう今私たちの中で。なんだろうね、わかんない。本当に今え、なんだろう。私たちの中の流行りってマジ2日3日で終わるからな。グループで流行ってることは、うん、今そんなこれってのがないかも。飽き性なんかな。私と瞳はでもすぐちんちゃって言ってる。最近レッスン室に置いたもの、うん、ケープ。どうでもいい。最近タピオカ、タピオカ飲んでないあんまり。なんか一時期タピオカハマってみんなで飲んでたけど、いや今じゃがりこじゃない。じゃがりこみんな好きだよやっぱり。
UFO キャッチャーのグッズとかありませんか。あのさ、トワイスさんの UFO キャッチャー8月から始まるんだけどさ、ヒューストンの間に始まっちゃったらさ、マジでどうしようって感じ。本当に無理なんだけど、あのそう、それを楽しみにしてるから。一時帰国したらもう日本にいる。絶対さ、売り切れちゃうよ。どうしよう。みさも様はさ、集めたいのに。楽屋に今もベイビーいるよ。ベイビーの人形でしょ、赤ちゃんの。あるよ。でもさ、なんかわかんないんだよね。なんかトワイスさんのなんかリュックみたいな、キャラクターのリュックをが欲しいのね。でそれが UFO キャッチャーで出るんだけど、なんかそのさ、今さ携帯でできる UFO キャッチャーあるじゃん。なんかそれなのか実際に行って UFO キャッチャーをするのかがちょっとあのよくわかんなくて、まださ、わかんないんだよね。でも8月にあるんよ。だけどそれをね、絶対に欲しくって、そのみさも様の3種類欲しくて。代わりにヒューストンのステージ立とうかって。ほんまに。だから携帯でできるんだったら UFO キャッチャーはできるんだけど、ヒューストンにいても。でも現地しかだったらできないんだよね。どうしよう。欲しい。絶対にみさも様が欲しいの。UFO キャッチャー、でもこの前なんかマイカと UFO キャッチャーしに行ったんですよ。しにというかふらーっと立ち寄ったところにゲームセンターがあったから行ってみたんですよ。それでね、なんか撮ったんよ。しかもなんか一発でなんか撮って、一発でだったかな、なんかそう。それで調子乗って二人でやったら全然なんか撮れなくてやめて、そうで、マリオカートして帰った、少し前に。少しって言ってももう結構前だけど。結構前だけど、そう、なんか二人でご飯食べて、そうなんかで、その後なんかマイカがいちご飴食べたいとか言うからいちご飴食べて、なんかあとぐるぐるのなんかポテトとか食べて、食べたい食べたいってマイカちゃんがね言ったから、でその後ゲームセンター行ってマリオカートして帰った。あのゲームセンター行ったら絶対に誰かとマリカする。サナともね、結構前だけど、それは確かゲームセンター行った時にマリカした。サナには、サナに勝ったんかな、案がで、マイカにあん負けたんかな、覚えてないけど、覚えてない。マリカのキャラクター何使えばいいと思う。いつもめっちゃ適当に、わかんない。でいつもなんか写真撮るじゃん、あの額こうやって、あれでさ、わざとめっちゃブサイクに撮る。なんかめっちゃこうやって顔をこうやって伸びるような角度で撮って笑ってる、遊んでる、いつもそれで。絶対になんか顔、あれはさ、どう頑張ってもさ可愛く撮れんのよきっと。諦めて逆にどれだけ変に撮れるかっていうのを自分の中でやって、毎回写真撮って爆笑してる。
え、実店舗でもオンラインでもどっちでもできるの？え、実店舗でやりたいやんな。実店舗でやりたいから8月でも行けないんだよ。携帯でやるか。スーパーカップアンサーの動画見て、いっぱい皆さんいっぱい見てください。サナトの動画見た？みんなありがとうございます。見てくださって、メイジエセルスーパーカップ、スーパーカップの今お家にバニラ1個とカフェオレのやつがある。紙ショートにするよってないです。リュックよりぬいぐるみが欲しいの？全部欲しいような、全部全種類欲しい。この前ひとみがね家に来た時にね、アンナが急に「アンナ白玉食べたい」って言ってね、この前白玉買ったんだよねって言って、一人で白玉作り始めてね、一人でこね始めて、一人で茹で始めて、一人でスーパーカップとね白玉食べてたらね、本当に「えなんで白玉と食べんの？」って言ってね、なんかねちょっとね引いてた。しかも一人で作り始めて、そうなんかひとみはなんかここら辺多分座ってて、私が一人でなんか白玉作り始めて。そう、バニラが美味しい。そう、瞳を放置して、そう白玉作りしてました。そう一人で喋りながらずっとこねてました。あの目分量で白玉作れるから。高校生の頃にもう白玉作りすぎて、そうなんか高校生の学食の時に、高校のその食堂がなんかアイスに白玉ついてたんですよ。でめっちゃ友達と毎回食べてたのね、毎日のようにそれを。でも友達とある時になんか白玉が多分2個入りとかあったらなんか足りなくないみたいな、なんか白玉もっと食べたいみたいになったんですね。そう、それでえじゃあ作ってくればいいくないってなって、自分たちで作ってタッパーに入れて、で冷凍しとくんですよ。そしたらなんか食べる頃にはお昼頃にはいい感じに溶けて普通に白玉になってるんですね。だからあの毎日のようにマイ白玉持参して友達たちとねみんなでねアイスとね白玉食べてた。学食のアイスに自分たちで持ってきた白玉追加して食べてたんだよね。だからなんか白玉作りを家でよくしてて、そうだからもう目分量でどれぐらいの分量を入れればいい感じに固まるっていうのが分かるから、そうでまあちょっと白玉だからまあ水をちょっとずつ足していってこねてね作ってるの。そう白玉ブームはね高校2年生から高2の時にずっと作ってたからね、ずっと食べてました。そう白玉 JK でした。
そう、特技白玉作り把握しておいてください。お願いします。でもね、ちょっとね、この前作った白玉はね、緩めの白玉になったからね、型崩れ結構したけど、まあでもいい感じでした。あ、そう、この道10年ぐらい、結構長くやらせてもらってます。白玉はすぐ飲み込まず噛んでよく噛んで食べてね。タッパーに入れて持ち歩いてた。そう、私実はイコラブより白玉職人歴の方が長いの。白玉粉で作るから、もう白玉とお水だけで作れる。アンナのこと知らないことがまだまだいっぱいある。これから知っていってね、アンナのこと。まだ遅くないよ。リサと白玉配信しなきゃ。確かに白玉とあんこって相性いい。確かに。え、メロンはその一玉買ったやつを食べ終わってからは買ってない。最近なんかフルーツ食べてない。その桃とメロン食べきってからは食べてない、買ってない。でも一時期ピーマンを使った料理にハマって、次はナスを使った料理にハマってた。夏野菜。桃ね、そう、桃美味しい。あ、でもあれだ、キルフェボンのケーキで桃が今出てて、それ食べたよ。でも結構あんな作って満足しちゃうんだよね。作るのが好きなんだよね、料理するの。え、桃って食べるタイミング難しいよね。なんか買ってすぐすぎるとまだ熟してない桃とかもあるから、なんかいい感じのさタイミングでさ桃とかって食べるべきじゃん。そのさ見極め、桃はめっちゃ難しい。ね、桃に話しかけてさ答えてくれたらいいのにね。え、そう、桃のかき氷めっちゃ食べたくて、そうで、この前かき氷食べようと思って食べに行こうってなって行ったんだけど、人多すぎて諦めた。またにしようって言って諦めました。マジで人多かった。外にもめちゃめちゃ並んでて、わ、これは無理だってなって、ね、やめた。並べなかった。かき氷大好き、ふわふわ氷大好き。
半分そのまま食べて半分は冷凍してシャーベット。美味しそう。食べたいかき氷。でも大体いちご系ストロベリー系を食べちゃうね。あ、ゴンチャのもんも気になるな。アンナは今何が飲みたい食べたいかって言ったら、今もなぜかこれ飲み物なんですけど、まあもう飲み物って言ったらちょっと当たるかもしれないな。私が今飲みたい飲み物、正解です。おじ茶クラシックティーラテが飲みたい今、そういう気分。全然朝でも昼でも夜でも飲みたい。意外でもなんでもない、ひねりなんてないよ。ただ私が本当に飲みたいものなので。ほうじ茶クラシックティーラテが本当に定番化してくれて、本当にスタバさん本当にありがとうございますって感じ。本当にでもね、みんな好きだよねあれ。女の子誰だっけ、この前誰だっけ、花だよりの時ももかちゃんかな。ももかちゃんもね、あのね、私がね楽屋に入った時に確か私が持ってたんよ。そしたら、おじちゃんクラシックティーラテですかって言ってきて、え、そうだよって言った気がする。そう、好きって言ってた。みんな好きだよね。でもいくらもそんなにね、ほうじ茶クラシックティーラテねすごい飲んでるっていうイメージないんだよね。おじちゃんも好き、かわいい。おじちゃんも好き。かわいいです。みんな飲もう、みんな飲みましょう。カスタムしてない特に。結構甘いかもしれない。美味しいカスタム。でも私あんまりスタバでカスタムできないんですよね、緊張しちゃって。なんかモバイルオーダーだったらできるんですけど、お店で直接言うやつはあんまできんかもしれない。ピーチパンナコッタティ、それ飲みたいやつかもしれない。なんかね、飲みたいやつある。あのさ、なんかおしゃれなスタバでしかさ、あの売ってないやつのなんか飲みたいんだよね。でもなかなかないじゃん、おしゃれな。なんかスタバは全部おしゃれだけどさ、そのもうワンランク上のさスタバあるじゃん。スタバの中でもないよね、あんまり。そんななくない、店舗数が。スタバはもういっぱいあるけど、本当にスタバさんいっぱいあるよね。ちょっと歩いてスタバ、また歩いたらスタバって感じ。でもこの前なんか渋谷の
多分ツタヤだったとこ、ツタヤのとこ、ツタヤか今わかんないの、とこのスタバ行ったらもう人多すぎて諦めた。人が多いってなって、そうそうそう、観光客の方がめちゃめちゃ多くて、そう、そう、新しくなって初めて行ってみたらめっちゃ人が多かったから、なんじゃーこりゃーってなってやめました。なんじゃーこりゃー、でたた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 た、カップリング曲、私がここで急にさカップリング曲披露してたらさ、やばない、やばない、違うよ、心の卵大丈夫、私のとこ戻っておいで、君と一緒にほらホップステップじゃん、君がヤバ案件どころじゃないよ、いるから、ドゥルドゥルドゥロン、君といつだって、カラオケしてって、またいつか。守護キャラだって、いっぱい入ったよってね、エガレピが入ったってお聞きいたしました。はい、聞きましたよ。大好きだよ、オリンピック見てる、みんな男子バレーさ惜しかったね、スポーツ企画したい、運動系したい、元気に遊び回る、走り回る、遊び回るじゃん、走り回りたい、3年に1回しかカラオケしてくれない、もうちょっとやってるよ、もうちょっとやってる。アンナのダンク、ダンクシュートってこと、バスケってこと、私が。え、何が得意、うん、別に学生の頃は、うん、別に全般的にすごい苦手ではなかった、水泳以外は、水泳と跳び箱、水泳と跳び箱だけは本当に無理だったね。好き好き好きなんだ、言いたいくせに言えないんだよ、伝えたいのに Oh yes ヒーローは一人だけ、合否してる限り
なんか基本的に本当に体育は全部大好きだったけど、水泳だけは本当にできない。水泳と跳び箱だけは本当にできないね。まあ確かにバレーボールもそんな得意じゃなかったね。うん、でもそれ以外は基本的に好きだった。浮きは絶対いる。飛び箱怖いんやん、めっちゃ怖い。なんかね、ビビリ女そう、水泳も本当にできなくて、小学生の頃からずっと無理だった、苦手。マット運動とかがめっちゃ得意だった。マット運動とドッジボールとかも好きだったし、あとハードルとか走り高跳びとかも好きだった。私走り高跳びがなぜかすごい得意だったの。でももう今はできないよ、けど高校生くらいまではすごい得意だった。背面跳びはできなかった。昔は本当にね、高校生の時は走り高跳びがすごい上手だったけど、でも持久走も負けず嫌いで頑張ってた。あ、握力は弱かった。ハンドボール投げも苦手。水はでも怖いのはちょっとあるけど、でもなんでなんだろうね。なんか私ね、小学生の頃からね、クロールしたら沈んでいくんですよ。だから無理なんですよ。こう息を継ごうと思ったら水の中にいるから溺れちゃうんです。アナのクロールめっちゃおもろいよ。皆さんにお見せすることは一生ないだろうから残念残念なんだけど、本当に見せたかった、みんなに私の下手な泳ぎを。だからすごく残念ですでもめっちゃ好きじゃなかった。前に進まない、下に沈む。でも流れるプールとかはすごい好き。浮き上がれば好き。泳ぎ誰が得意そう。誰だろう。ひとみとか、いおりとか、しょうことか、あとさなとか得意そう。りさとか泳げなさそう。勝手に偏見、自分が泳げないからって人を巻き込もうとしているさなは泳げなさそう。キアラとかもあんま泳げなさそう。マイカは絶対泳げない知らんけど、マイカ水怖いから、多分水好きじゃないから。マイカだってお風呂でもすぐ顔を拭くもん、水ついたら勝手に暴露してる怒られちゃう、マイカちゃんに。ごめんね、マイカちゃん確かにマイカちゃんマーメイドなんだけど、そうマーメイド、そう実写版マーメイドなんだけど、そうそうそう、そんなとこもあって可愛いよねそうそう、
なってね、マイカねこうやってさシャワー浴びれるやんか。それでなんかふなタオル取ってって言い始めるもん目こうやって開けタオルどこって言うからタオルちょうだいって言うからね、タオルね水濡らしたら怒られるよそうだからすぐねちゃんと乾いたタオルあげないとねダメだよマイカちゃんには。可愛いでしょ。秘密だよみんな秘密だからね。アーナが言ったなんて言ったらダメだよ。みんな秘密、みんなが秘密にしてくれないとアンナはこれからみんなに何も教えてあげられなくなっちゃうから秘密。水中で目開けられるわけがない。ゴーグルないと無理です。無理だよ。水中では全てのあれをもう全部全部封鎖しないと。こうやってただ潜るとき鼻こうやってつままーいと入れない。全部吸っちゃうの鼻から。だからそしたらね痛くなっちゃうだからこうやってってやる。それは秘密。うん秘密、全部秘密。目もこうやってってやります。目なんて絶対開けらんないよ。鼻に水入ったらテンション下がっちゃう。鼻からうどん吸えないわ、吸わんわ砂浜で顔だけ出して体を埋められたこと、あるんじゃない。ちっちゃい頃は鼻うがいできないかも。できない。本当にね水泳の授業苦手だった。なんか25メートル泳がないといけないかったりするじゃん。あれが本当にできなくて、なんか下に落ちこう先生がさあのなんかお魚とかのさおもちゃとかをさこう落としてさ、それをみんなで拾ってきましょうみたいなのもあるじゃん水中の中で。宝探しってああいうのはまだ好きやったんよ。ゴーグルつけとけばできるけん。けどなんか本当にちゃんと25メータープールで泳ぐやつが本当に苦手やった。本当にできなくて、本当にあのマジで補習みたいな感じ。多分補習まではしてないかもしれないけど、でも本当に泳げない子で、本当にだからいつも水中の中で友達におんぶされてた。水中って軽くなるじゃん人間って。だしもうちっちゃかったから私、本当に本当にチビだったから小学生の頃。だからずっとおんぶしてもらってたずっと誰かの背中によくいた
え、そう、でも本当に足つかなかったと思う。その頃は、ね、今はさすがにつくけど、その頃はつかなくて、ずっとジャンプしとかないといけないから誰かが抱っこしてくれてた。そう、でも本当に泳げないんだよね。だからもう本当に水泳は習うべきだなってめっちゃ思う。自分の失敗をバネに。誰にって感じですけど、はい、水泳はねいいなって思います。あ、だって瞳泳げてたわ昔。瞳とかサナがね泳げる確か。あとだ、翔子よりも泳げそうだし、あと誰だろうね、イコラブで泳げそうな子。そこの4人以外は分かんないな。でも確実に泳げるのは瞳とサナだな、私が知ってる中だったら。あ、花泳げるかな。え、どうだろうね、花ちゃん確かに泳げそう。次に泳げそうなイメージ花かも。泳げないのに夏は海派はおもろい。え、もう 海とかプールとか川とか全部大好き。そういう場所に行くのは大好き私。まあ、なんでこんな話をするかってね、まあ、この前サナとプール行ったんだ。急な暴露。サナとプール行った遊びに。それでサナが泳ぎを教えてくれた。諸橋先生が、あんなにバタ足とか違う、あんなこうやって、あんなこうやって角を持って、こうやってサナがこうやって足を、あんながこうやってこうバタ足はってやってた。それでなんか泳ぎを教えてもらってた。そうだから知ってる、サナは泳げる、めっちゃ泳げてた、すごい楽しく泳いでた。サナアンナは溺れてた。で昔本当にね数年前に瞳ともなんか行ったんですよ、プールじゃないけど、それはまあプールもついてるみたいなところに行って、その時に泳いで瞳も泳げてた。え、さなちゃん検定持ってんの？それはすごい、知らんかった、検定まではすごっ、すごっ、スイス泳いでたよさなは。しかもなんかクロールとか平泳ぎとかなんかいろいろやってたよ、すごかった。うん、公式プロフィールに書いてあるの？知らなかった。あんちゃんなんか検定持ってる。免許。免許と茶道。裏千家みたいなやつ。それは入らない？情報とか入らない？そういうのはダメ？
ダメですか。なんか学校の授業で撮ったんですけど、それしかないです。まあもう茶道も忘れましたけど、茶道は高校生の時に週に1回授業が全員あったから、なんか全員取らないといけなかった。だから部活は入ってなかったよ、全然。けど、でも本当に最近免許マジで欲しいなって思う。欲しい、持ってるわ。YouTube のスタンスさんがマジで、まんちゃんが免許運転できたらなんかめっちゃイコラブで、そうなんかどっか行ってとかドライブ企画いっぱいできるのにって言われた。でもきっと運営チームに止められそう、運転しないでって。教習所通ってた頃は上手だったか分かんない、なんか普通が分かんないから。一発合格したよ全部。え、メンバーは結構乗りたいって言うよ、アナの車だから。あんな運転、あの運転してよってメンバーはめっちゃ言うけど、最近はいつ運転したのというか、まあ、あの免許取ってから一度も乗ってないから。そうそう、だからまず教習所にもう一度通うところからあの動画回そうかつって。でも無理やってアンナが、もう怖いって言ってる。そう、イコラブのドライブね、やんなきゃね。ペーパー、ガチペーパー、うん、そうよ、私はペーパーよ。だからもし本当に運転するってなったら、ちゃんと講習にもう一回行って学び直さないと、もう普通に公道なんて走れません、絶対に走れません、無理です。スタッフさんにも言われた、アンナが駐車し頑張って駐車してる姿とかめっちゃおもろいって言われた。そうそう、慣れてる道だったらいいけどね、東京運転するの怖いよね。今んとこ乗る予定はありません。でも高速の方がさ、運転なんか言うてしやすかったイメージあるけどね。高速はさ、そのなんか合流がさちょっとあれなだけでさ、乗っちゃえばさ、それこそまあね、そう基本的にやっぱそう人が歩いてるわけとかはないから、うん、いやーでも
どこもまだ運転したくないかも。怖い。私なんかが道に出てはいけません。私は免許持ってない人と一緒同然同同じ人物なので、教習所の中だったらいけるけど、広島でももう怖い、嫌だ、どこも走りたくない。北海道いいんじゃない、広いよもう何にもない、本当にもう何もないところでしか無理。最初はさ、でも本当にさ、あのツアーでなんだっけ、あれ乗ってたじゃん、ツアーでさ2箇所だけでさ、2箇所だけさ乗ってた、バギーか、バギーはめっちゃ楽しかった。でもバギーはめっちゃ楽しかったけどさ、やっぱさ違うじゃん、さすがに車とは。まあまた、でもあれ本当は最初ね、なんか練習しにわざわざ行ったんですよそう、なんか4人だけ、その運転手4人だけ、バギーのなんか駐車場みたいなところに行って、そうちゃんと運転してもいい場所に行って、そうでコンサートのスタッフさんとかとみんなで行って、でもう練習、はい練習しましょうって言われて、でも最初なんかもうすごい速度がすっごい出るのね、でめっちゃ難しくて、そうでもうギャー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 言いながら、私は結構楽しんでやってた、その時はね一番楽しんで、普通に一番ね上手に頑張ってできてたんだけど、でその後結局メンバーがいやこれはマジ怖いみたいななって、でそっからバギーをねちょっと改善してくださって、スタッフさんが、それでもうあんま怖くない、こう危なくないような速度にがこう一定に出せるように結構ねスタッフさんが考えてくださって、それでいい感じに乗れるようにみんななりました。最初はちょっと怖かった。そう最初は誰だ、私翔子サナひとみだっけ、この4人だったのかな。でひとみが無理無理、なんかもう見た瞬間から一回乗ってないんじゃないか、乗ったのかな、もう怖いみたいな、無理できないって、一回は乗ったか多分、怖いってなって、そう無理無理っつって辞退してたでその後そこにいた人たちみんなで会議して、誰ならいけると思うって、そうそれでなんか花になったのかな。まあ花かミリニャじゃないってなって、そうそう、なんかマイカとかも上手そうだけど、イオリとマイカはその時ステージ上って決まってたから、そうで結局花が運転することになって、そうでもみんなキアラは運転させないでとか言ってたゴーカートの時速度超出して、もう上手だったけど速度めっちゃ出してたから、もうみんながキアラはうんちょっと本当に客席に飛び突っ込んだら怖いからちょっとファンの皆さんのところに突っ込んだらもう笑えないから笑えないマジで。でもキアラ多分上手だと思うんだけどね、そういうの。楽しかったよ。あれメンバーは楽しんでたんだけどね、私たちは。
一瞬で過ぎ去ってた。楽しかった。まあもう乗ることはなさそうだけど、あのバギーに。ゴーカートしたい。名古屋でニッコニコのキアラが通り過ぎていった。私が運転してたよ。キアラの車は、運転手は私でした。キアラとペアでした。そう、大体私ってそんなメンバーからさ、なんかそういう部分での信頼ってさ、そんなないタイプだけど、運転は信頼されてた。アンナが一番免許を持ってるからみんなアンナがいいって安心って言って、そう、一番人気でした私が。珍しくね。さすがに一番上手に乗ってたから、練習の時に。あ、片手運転ちょっとかましたよ。だってさ、ファンの方にやっぱちょっとは手を振ったりするから、うん、ちょっとね、めっちゃちょっとだけ片手運転かましてしまった。ダメだよ、みんな両手でしっかりこうやって運転しないとダメだよ。そう、でもちょっとだけかましちゃった。乗り回した、リハーサルの時もめっちゃ乗り回しました。普通に乗り捨てていいよって言われたのにもかかわらず、まだ自分が乗ってたいからって、大丈夫です、ちゃんと元だった場所に戻しますって言ってバックとかしてたり、 U ターンして一人であの会場内を回って元あった場所に車を戻しに一人で行ってた。楽しかったから。スタッフさんが代わって運転してくれるのに、あんな普通にやりたいから一人でやってた。ブーンって、楽しかった。行動は知れません、無理ですよ、無理ですよ。てかさ、今さ、これね、指輪をね、一人でこうやってどの指に私入るんだろうってずっと下でこうやって一本ずつこうやってチェックしてたんよ。何してんねんってか、左手は全部入ったんですよこれ。でも右手全然親指入らんかった。右手の方があれなのか、それか今ずっと左手をあの触っててこうやってずっとこうやってやってたから、いけただけかな、むくみが取れただけなのかな。でも右手の方がちょっときつい、利き手だからか親指だけ入らんかった。左手の親指は入ったのに、マジで指輪のさあれ買うのむずいんだよね。ポキポキやったことないの、なんだこうやって鳴らせない人なの、怖くて。でも人生私一回だけ覚えてる、一回だけ鳴らしたことがあるんですよ、こうやって興味本位でやってるじゃん、たまによくさこうやってカッカッって鳴らすのに憧れてたんですよ子供の頃ね。それで一回だけ頑張ってフッってやってみて、ほいって言って、それでもうそれで怖くてもう鳴らせなくなりました。なんか人生で一回だけどこもこうやってな、無理です、こうやって
怖くてできない。でもなんかそれがちょっとかっこいいって思ってたよ、こうやってこうやって鳴らすのが憧れてた一時期。でもなんか指が太くなるからこうやってやっぱ鳴らすとダメって言われてたけど、興味本位で やろうとしてたけど怖かった、怖くてできなかった。あ、口笛とかね。あとこれ、これめっちゃ憧れん、子供の頃って。でダンスの先生これめっちゃ鳴るんですよ。ワン、エン、ツー、エンのエンでみんな鳴らすんですよ、ダンスの先生。もうそれに小さい頃から憧れまくり、これに。え、鳴らんのですよ私。なんかすっごい綺麗な音鳴る先生いるんだよ、鳴らないの。あれ何なんだろうね、どうやったらいいんだろう。いやもうこんなレベルじゃないの本当に。え、そうバカなふり、そう憧れ、これ三大憧れ。ポキポキ口笛ポキポキ口笛。ワン、エンのエンって言ってるからってやってないんですよ、ワンじゃなくてワン、エンでちゃんとなってるから。やりたいこれ。夜に口笛吹いちゃいけんって言うよね。口笛はナータンうまい、ナータンが上手。いやショールームではねちょっと聞こえるかもしれないけど、なってるように全然なってないの。私が思う指パッチンじゃない。これは指紋なくなるんかな、これやりすぎたら。ハブエ、こうやってさフーってやるやつとかもさすごいよね。なんだろうねあれ、何もできない、悲しい。白玉作れるから大丈夫。そうだよね人差し指と中指をくっつけて薬指とこう、今回さでもこれで今思い出したけど、ミリニャと私の振りで絶対アイドルやめないでの2番踏み出すのも怖かあたがなんだっけ、もうね両手ぶり忘れちゃった。踏み出すのもこはかあただから、そう最初はこうでこはかあたで変わるの、こうとえこうだっけ、うんこうとこうで一瞬で変わるんだよ本当は。踏み出すのもこはかあたこれができなさすぎてめっちゃミリニャとずっと
やってて、あ、そう、でもなんかミリはなんか右手で、右手意外にいけるよって言われて、でも利き手じゃない左手が思うようにマジで動かなすぎて、そんな左手だったんですけど、それがめっちゃ難しくて何回も練習しました。ここ踏み出すのも怖かったみたいな、もう忘れちゃった、両手ぶりちょっと忘れちゃった、どんなんだったっけな。そう、まあでもそういうのありました。これで思い出した。サイレント絶対アイドルやめないで、みんなが心の中で歌ってください。サイレント。君のせいよ、いや私が心をこんぐ響く仕事ばっか。楽しいこの曲。いっぱい見てね。終わろうかな、そろそろ。もう12時になっちゃうよ。終わります、終わります。ダラダラと配信してました今日は結構ゆったりと配信してました。久しぶりにね、こんな感じで、なんか毎日アイドルやってる時みたいだった気がする。ありがとうございました。明日は？月曜日だ。そうだ。野球がない日、月曜日なので、ね。また月曜日一週間始まりますけど、一緒に頑張りましょうね。皆さん申し込んだ遺恨のイジョイと7周年申し込んでくれましたか？あと9分で受付が終わっちゃいます。終わっちゃいますよ。急げー。急げー。回ります。順読みます。眠くなった。14位が定一さん、13位が間違えた、あんな14位から今日読んだね13位がホッサー、12位がレグルさん、11位がおまわりさん、10位がミクくん、9位がジッスン、8位がガンマルさん、7位がウーさん、6位がマツケンさん、5位がカツミンさん、4位がノブさん、3位がユイちゃん、2位がおまめちゃん、1位がたくあんです。ありがとうございます。 1,2,4 個4本タワーありがとうございます。たくあんありがとうわです。
ありがとう、たくあん。高録とヒューストンと楽しみましょう。ありがとう。この前のリリーベもたくさんありがとう、本当にいっぱいお話できて楽しかったよ。この夏一緒に楽しみましょう。これからもよろしくね。指パッチン。続いてお豆ちゃん、マメちゃん、マメちゃん、タワーありがとう。渋谷まで来てくれて、飛んできてくれてありがとう、嬉しかったよ。すごい弾丸で来てくれたのかな、ありがとうね、本当に。また会いに来てね、待ってるよ。そっちにも行きたいよ。全然鳴らせてない、ありがとう。そしてゆいちゃん、ゆいちゃんありがとう。いっぱいリリーベ回ってくれて、たくさんループしてくれてありがとう。お友達ともいっぱい来てくれてありがとう。これからもよろしくね、ありがとうね。また可愛い絵を描いてください。そしてのぶさん、のぶさん、のぶさんありがとう。やっほー、久々にのぶさんって言った気がする。ありがとう、今日も来てくれて。またのぶさんに会える日を、お顔を見える日を、またいつか楽しみにしてます。ありがとう来てくれて、ありがのぶ。全然指パッチンじゃない、もう口で言ってる。ありがとうございます。月曜日からもファイティンです。タワーありがとうございました。皆さん、それではさよなら。皆さんバイバイ、終わります。おやすみなさい。バイバーイ。またいつかショールーム、次は見てね。しのぶさんとです。ゲストさんはしのぶさんです。バイバーイ。